はい、というわけで髪の毛を切ってきました。すごいの、もう人生で多分ここまで短くしたのは初めてです。私こんな感じになりました。いいな、私もショートカットにしたいな。私ショートカット似合いそうですか？似合うようにしますよ。信じます失敗したら法廷でお会いしましょうこれはちょっと変わりすぎなんじゃないのっていうぐらいめちゃめちゃ短いんですけども、はっきり言って私が男子時代にしていたぐらいの長さの髪ですよ。男に逆戻りしちゃってんじゃないのっていうぐらいの勢いで短く切ったんですけども、早速ですねこのモザイクを解き放したいと思います。3、2、1。これですよ、ほら後ろのえみたいな、反対もこんな感じ、もう耳とかも普通にしてても見える状態ぐらい。これ多分ボブではないんですよ、ただのショートカットだと思うんですけども、めちゃくちゃ短いですね。久しぶりのこの長さに驚きを隠せてない自分に驚いてんですけども、髪の毛の乾くスピードがめちゃめちゃ速いっていうこと、髪の毛っていうその女のシンボル、それを切ることによって私のそのアラが目立っちゃうんじゃないのみたいな思ってたんで、極力どっちかっていうとその女に見えるような長さにキープしときたかったんですね。正直この長さって別に男でもいる長さじゃないですか。こういう耳かけスタイルはあんまり男の人やんないと思うんで、まあ、そこでごまかせてるかなと思うんですけども、小顔効果になってますかね。ショートカットにした時の方が小顔に見えやすいみたいな聞いたんですけども、どうでしょうか。昔の私のロングヘアの時の写真横に置きます。どうでしょうか。こんな感じです。なんか昔は縦にストーンとこう長いロングヘアだったんですね。もうほんとお尻ぐらいの長さまで伸ばしてたんですけども、で前髪がすごいパッツンなんですよ。昔のそのロングヘアのスタイルだとカクンカクンって感じだから、すごい顔が面長に見えるみたいな。ただ今はこうやって前髪ちょっとスカスカにしてるんで、スカスカにしてることでその抜け感みたいなやぼったさが少しは軽減されてんじゃないのって。で気になったのがですね、この長さって私男子時代結構やってたんですね。ほぼ同じ髪型なのにビジュアルはどれだけ変わったのかってちょっと私が気になったので、なので今から昔の私の似たような髪型時代の写真を初公開します。でその写真と今を比べていきましょう。多分高校の野球引退してからは多分こんな髪型をずっとしてたんですよね。じゃあまず1枚目いきましょう。ドンすいませんね、これは全然関係ない写真だった、すいません。じゃあ気を取り直して2枚目、ドン次からちゃんとします。いきますよ、ドン。どうでしょうか。これね、これ私が居酒屋でアルバイトしてた時のバイト中の写真なんですけども、結構この髪型に近いですよ。前髪のそのスタイルは違いますけども、この辺とかもほぼほぼ同じ。ちょっと私の方が長いのかな、うん、4センチぐらい長いんですかね、このもみあげ。もみあげっていうのこれ。ただこの時顔が違うのは出っ歯の手術まだしてない時代なんですよこれ。だから出っ歯なんですよ。でお次はこれかな、これ私がイトーヨーカドーでバイトしてた時の写真なんですけども、これもあんまり今と変わんないと思います。まあここだけですよ、ほんとここだけ。これイトーヨーカドーの制服ですね、制服着たまま電車乗ってたんですけども、あーでもやっぱり出っ歯の手術をしてないから鼻がちょっと上に向いてるんですよ。それはどういうことかっていうと、歯が前に出てるからこうなんですよ。歯が出すぎて鼻が上に内側から持ち上げられるみたいな、そういう現象が起きてるんで、ちょっと鼻の穴が見えてるような感じなんですけども、私がなぜここまで比較してるかっていうと、そのショートへの抵抗感ですよね。ショートをするっていうのは元男の子にとってはかなり大きな決断なんですよ。元男の子として生きてきて、やっぱりいろんな自分以外の元男の子と話すと必ず話に上がるのが、その元男の子でショートにするやつは勇者だみたいな、そういうのがあるんですよ。それごまかし聞かないから。でもね、私思うんですよ、いつまでもその元男の子だからってちょっとこうなんだろう、防御策を張ってるのってあんまり良くないんじゃないかなと思ってるんですよね。ただ元男の子とは言い続けますよ、そんな自分の個性だから、個性なので言い続けますけども、たまにコメントで元男の子って言わなくてよくないって言われるので答えるんですけども、その前に私からそのようなコメントする人に尋ねたいことがあって、もしあなたがおにぎりを売るとしたらどうしますか。ただのおにぎりじゃ売れないですよね。
何かしらの付加価値を売り出しませんか。例えば昆布がたっぷり入ったおにぎりとか極上の明太マヨとか、なんかそんな感じで付加価値をつけないと商品って売れなくないですか。 YouTuber ってその人気商売なので普通だけじゃ生き残っていけないわけですよ。なので私は割り切って元男の子という他の人とは違う個性を売り出して常に新規の視聴者さんに向けてアピールしてるっていうことなんですよ。動画を開いて5秒で強烈なインパクトを与えることで動画の視聴につながるとよく言うじゃないですか。なので最初の5秒でインパクトをつけたいわけです。まあ、そういう感じです。例えるとしたらあれですよ、ただのプリンかカラメルソース上量中、どっちが売れますかってことなんですよ。目がかゆい。じゃあ次行きましょう。ダーン。はい、これはですね、移動横田の目の前にある照明写真機の中で制服に着替えてるところを友達に撮られたっていう。ちょっと待って、これやばいよ。髪の比較なのに肩幅がやばいなってことを気づかされますね。これ肩幅やべえな。これこの時あれなんですよ、まだ野球を引退して間もなかった頃なんで、その女性ホルモン剤もあんまり効いてないし、男の子の名残が取れてない頃だから肩幅めちゃくちゃいかついんですよね。当時の頃の私肩幅と今全然変わったんですよ。これ最後ですね。これやばいよ。私の出っ歯具合がもう半端なく見受けられますので、心してご覧ください。どうぞ。ダーン。ペリカンみたいな。ペリカンってよく言われてましたね。そのアヒルとか、ペリカンみたいな。あ、これあれですね。イトーヨーカドーの休憩中に、近くのラーメン屋で同僚と飯食ってるみたいな。やばい、飯食ってる。ご飯食べてる。どれがいいんですかね。例えば今完全に耳かけてるじゃないですか。それを完全に耳かけるんじゃなくて、ちょっとこうやって耳にちょびっとかけるみたいな。そうするとなんか横顔のシルエットが美しくこう見えやすいかなみたいな。どうでしょうか。エアリー感大事ですからね。え、垢抜けることがそんなに大事かって。垢抜けこそ自分を変えるヒント、ということでいかがだったでしょうか。今回ですね、青木かのんが久しぶりにここまで短くしたというお披露目動画でした。これが好評であればこの状態でいきますし、微妙だなって感じだったらもう速攻でエクステつけてロングヘアに戻しますので、ロングヘアというか前みたいに戻しますのでお願いします。今回の動画が少しでも楽しいって思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、LINE 公式アカウントでも YouTube で出さないような動画をバシバシ更新中ですので、ぜひそちらもフォローしてください。また次の動画でお会いしましょう。え、ちょっと待って、これ今サムネの撮影中なんですけども、いい感じじゃない、これ横からのシルエット。完全に耳出しするよりかこっちの方がいいのかもしれない。少し半掛けみたいな、これいいかもしれないな。これ新しいプロフィールのその写真にしたいぐらいですよ。これいいかも。